封鎖部分、どんなところなんだろう。こいつ、なんだろう。主制御部分にいた生命体とは違うみたい。ミスヘルタ。
封鎖部分を解放。 G 異界の生物銀河の訪問者のもてなしに使用するため、高危険度警戒エリア G サービススタッフ無機生命体 G すでにルアン名刺を承認済み。ミス・ヘルタ曰く、彼女の好きにすればいい。 G ミニチャーハンロボットの双子の兄弟、冷やしチャーハンロボットです。 G 封鎖部分の稼働を維持、無機生命体の仕事です。 G おもてなし。 G 訪問客様、何をお調べしますか？地下1階中継中枢 G 地下2階シャトルバスシャーレ、危険な器物の収容 G 廊下危険 G おもてなし G 訪問。ルアン名刺G 異界の生物 G 以上です。冷たいチャーハンを作る G 温かいチャーハンを作る G
まいましたが、そこで新たな試みを始めました。今回の2つのサンプルは順調に成長していますから、概念に私個人の好みを加えてみました。この結果がどうなるのかは分かりません。同時に2つの感情的な特徴を持つ彼らは、可愛らしく弱く繊細で涙もろい反面、凶暴でそそのかしたり横暴だったり自信を持っていたりします。そして面白いことに、彼らには同じ傾向があります。自分の創造主を慕い、それに対して赤子が母親を、生命が食べ物を、人が人を思うような不思議な感情を抱いているんです。あれ、ドアの外から物音がする。これがルアン・メイの言っていたトラブル。味を変えただけじゃん。私はルアン・メイに認められた作品じゃない。ネガティブなエネルギーが多すぎる。ネガティブなエネルギーは嫌だ。大丈夫だから。この子を落ち着かせる場所を見つけないと。さっきの音は近くから聞こえたよね。鍵のかかった部屋みたいだけど、どうやったら入れるんだろう。Thank you.
全員死刑。研究の価値あり。はっ、立ちなさい。私が守る。支障ない。呼吸するその感覚覚えて。本質は同じ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。なりひろ。全員死刑。生命は呼吸するだけではない。落ち着いて。ダンス、戦闘準備。命は不思議ですね。呼吸するその感覚。くだらない。全員死刑。支障ない。落ち着いて。呼吸するその感覚。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。全員死刑。根は戻る。立ちなさい。呼吸するその感覚。命は不思議ですね。の意志を鳴り響く。
あんたはここにいたの？ここは一方通行の通路の反対側みたいだね。アチャが機械の街で過ごした最後の年月は、彼女のような長寿の生命体であっても終わりを迎えるという気づきを私に与えてくれました。今回の培養結果は不合格だったと断定できます。生命の形は無数にあります。だからこそ、あり方自体には何の意味もないと証明しているのです。この生命体たちはそれぞれの概念で非常に遠くまで進み、さらには共感覚的な連鎖反応まで引き起こしました。しかしそれは私が求めているものではありません。わからなくなってきたんです。生命の本質という問いにそもそも答えはあるのかと。ザンダー、あなたもこのように迷い、そして絶望したことがあるのでしょうか。もっと前に行けって言ってるの？生命とは色鮮やかで美しいもの。私はそう信じてます。その輝きはまるで咲き乱れる花のようで、私はその中から永遠に枯れない一輪をつかみたいんです。物事の法則は雑然としていて、感動的な表面を持ちながらも内面はシンプルで質素なものです。万物は原因に帰属し、一行の公式で衆生の迷いを解くことができます。物心がついた時から私は微生物の生命の痕跡を観察することが好きでした。例えば粘菌が物体を飲み込む速度など。私は広大な世界を見渡し、宇宙の進化過程を学びました。それらはどれもシンプルでした。私が明らかにしたいのは生命の本質。どの個体も持ってるものでありながら自覚していないものです。存在している物質であろうと、それを超えた未知のものであろうと、科学に対して盲目的にならないように、私は慎重に疑問を提起しました。果たしてルアン・メイは座標軸のように外部の混乱を剥ぎ取り、生命の最も美しく根源となる存在の在り方を明らかにできるのでしょうか。ふと私はある生命の在り方を思いつきました。それはたとえ私でも不可思議だと認めざるを得ない存在。それこそが、ね、全員死刑。命の花びらよ、いずれ風に吹き落とされる。素晴らしい時はやがさようなら。
自分の意志で結末にたどり着いてみせる。この子に良さそうだね。少しここにいよう。何かが開いた。ルアン名詞だけが使用できます。証明書を提示してください。 認証成功。 以下のサービスから選択してください。 1. 培養履歴の紹介。 2. 無期生命体の交流サービス。本機能は壊れています。 これは、私はある生命の在り方を思いつきました。それはたとえ私でも不可思議だと認めざるを得ない存在。それこそが指令です。
私は理解できていません。学者はそれをアイオーンの力の代行者とみなしています。ではそれはいつから、そしてどの点において他の生命体よりもアイオーンに近くなったのでしょうか。最初に私は天才を育てようとしました。でも失敗しました。この問題はまだ未解決で、探索には長い道のりが待ち受けています。ですが宇宙において運命の道は知恵だけではありません。理性を捨て他の道を歩めば、より原始的でより純粋な指令になるのではないでしょうか。それは当然のように実在していました。ハイズルス、模擬宇宙を通じて私は宇宙の公害の一部始終を垣間見ました。そして虫の王とその子孫のデータを手に入れ、コピーし培養しました。それによって新たな研究分野を切り開いたのです。合理的に判断すれば私はきっと成功するでしょう。私が復元したそれはこれまでになかった生命体を生み出すはずです。ヘルタとスクリューガムはこの実験を気に入るでしょうか。いいえ、ありえません。ですから彼らが気づく前に急がなければ、そしてふさわしい助手を見つけなければなりません。認証成功。以下のサービスから選択してください。1、訪問者履歴の紹介。2、シャーレ入り口の開放。ルアン名詞。 異界の生物。 石膏島の男。前回より増えてるような。権限解放。上の階から音が聞こえてくる。全員死刑。楽しいですか。根は戻る。落ち着いて。呼吸するその感覚覚えておいて。Thank you.
しい時。さようなら。生命は呼吸本質のものさ。はあ、立ちなさい。命は不思議ですね。天才的な一手をどうやって破るべきか、そう聞くのはアホだけだ。ここに打ちさえすれば、はあ、悩んでいるようだな。トラブルか。それなら自分で何とかしろ。何をぼんやりしている。時間が有り余っているの。そうは見えないがな。エレベーターで下に向かえば君の探しているものが見つかるだろう。質問をする前に考えてみろ。今解決しようとしている問題にその答えが有益かどうかを。もし有益でないなら聞かない方がいい。僕たちにとって時間は明らかに貴重なものだからな。まあいい。手本を見せてやろう。僕は君を知っていて、君がルアン・メイのために働いていることも分かっている。宇宙ステーションの訪問者だった僕は誤ってここに入り込み、彼女の実験を目撃してしまった。僕の目的は君と大体同じで、君が来た以上僕は干渉しない。しかし君が失敗した場合、僕は強引に介入し不要なトラブルを防ぐだろう。以上、君はこれだけを知っていればいい。非常に効率的なコミュニケーションだ。視界に入れたくないからだ。もちろん彼らも僕のことを見たくないだろう。本物のルアン・メイの創造物は下の巨大なシャーレに隠されている。行くといい。このエレベーターに乗り、天才の傑作を見届けろ。
月下で
月光をするにとせん。私が守る。大事を割れ。ちゃんと立ちなさい。あなたにしましょう。皆殺しにしてあげる。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。どこにも逃げられぬ。万象の本質は同じ。命の花びらよ、いつ咲こうとも風に吹き落とされる時は来る。素晴らしい時はやがてお別れの時間よ。それは自身の存在を維持できず消えてしまいました。まるで存在しなかったかのように。脅威は排除された。ここを離れよう。これで終わりかな。戻ってルアン・メイに問い立たさないと。孫悟の意志を鳴り響く。おや、天才たちの会議は終わりました。模擬宇宙の未来については、結論は重要ではありません。重要なのはあなたの方です。どうやら怒ってるようですね。申し訳ありません。何も弁解できません。これまで無数の実験に失敗してきましたが、結末もすべて
予想の範囲内でした。私はクローンを作り出しましたが、それとあの指令は結局似ても似つかないものでした。はい、計算結果と一致しています。56秒、寸分の狂いもありません。時間と場所の制約により、その生命の編成は中途半端なものになってしまいました。私はそれが誕生する瞬間を再現しましたが、すぐに粒子となって消えていったんです。すべての生命のあり方と同じように、終点に向かう過程で徐々に結末を迎える。それを排除するつもりはありません。しかし短い一生にも意味はあるはずです。私はそれが何を成し遂げられるのかを知りたいんです。それは私が未解明の領域からどれだけ遠くまで外に出られたかを示してくれますから。取るに足らない一歩。予想通りの答えです。はい、私はこれで騒音を遮断しています。周りが見えなくなるほど研究に夢中になってたことは認めざるを得ませんし、それは決して良い時間ではありませんでした。ですが今はもっとうまくやれます。事実、私は何もかもが計画通りに進むのは嫌いなんです。変数のない実験は退屈ですからね。だからこそ私は嬉しいんです。こういったほぼ予定通りのストーリーにも思いがけない喜びがありましたから。家庭の中で誕生したこの子たちには時々心を打たれます。それは認めます。私はこの子たちに人間的な反応があると思っています。神聖とは相反する概念、つまりこの子たちには感情があるのです。感情はポジティブとネガティブ、どちらの可能性もあります。ですがその中でも心の奥底にある愛は永遠に不変なんです。この子たちは天才とは程遠い。なのでそういった愛が友情なのか愛情なのか親子の情なのかを区別できません。しかし天才ならそれを区別できるんでしょうか。少なくとも私にはできません。私は愛が何なのかが分かりませんし、この子たちの感情に応える術もありません。あなたには私が間違ってるように見えますか？でも答えなくても大丈夫です。私はただ感じることがあったから口に出しただけなので。この子たちの面倒はどう見ればいいんでしょうか。宇宙ステーションに留まるのが最善の選択かもしれませんね。これではとても無責任ですね。申し訳ありません。自分の創造物に対してどう向き合えばいいのかわからなくなることがよくあるんです。判
自白剤の効果ももうすぐ切れます。これから誰かが私のことを話題にしても自由に話していただいて結構です。会ったことがないと言っても構いません。どうせ私たちの間にある記憶もすぐに霧のように消えてしまいますから。この世界に漏れない秘密はありません。話したくない過去があるせいで私は自分以外の人を信用できません。秘密を秘密のままにする最も完全な方法はその秘密を破壊することです。最後に反自白剤は私たちが共有したこの時間のことをあなたの記憶から消してくれるんです。その効果に即効性はありません。ゆっくりぼんやりとした過程なんです。まるでハスの葉、梅の花、もち米、アイシングの香りのように。誰かが宇宙ステーションで自分勝手な実験をしていたことを思い出すかもしれませんが、それが誰なのかは忘れるでしょう。もしかしたらいつの日か私たちは再会するかもしれませんが、私とこの件を結びつけて考えることはないはずです。こうして生命同士のつながりは消されるのです。友情、秘密、葛藤、欺瞞、すべてが煙のように消えていきます。そうすれば私たちはもっと楽になれるんです。ええ、そう信じています。スクリューガムはしばらく宇宙ステーションにとどまるでしょう。彼とヘルタにはまだ解決できていない問題があります。私はもうすぐここを離れますが、わざわざ皆さんに別れを告げることはしません。私が話したノーマンズランドのことを覚えていますか？研究が一段落したら暇な時間を使って一人で再び行ってみるつもりです。時々ヨセートのことが懐かしくなります。彼女はいつも別れ際に美味しい飲み物を作ってくれました。ポルカカカムには出会わないことを祈ります。遭遇すれば厄介なことになるでしょうから。次に天才たちが集まるのはいつになるんでしょうね。他に何か私に言いたいことはありますか？答えが難しい問いですね。ありがとうございます、私の助手さん。機会があれば、そしてあなたが望むのであれば、またいつか出会った時一緒にノーマンズランドへ行き、穏やかな氷河を旅しましょう。しかしそうなるとそこはノーマンズランドではなくなってしまいます。実に難しい問題ですね。
まだ早いし、どこかへ行く？気に入りました。視界が開けていて、静かに星空を見ることができるので。そうなのですか？でも理解はできます。開拓の道を歩むのはきっと悪くない経験なのでしょう。以前宇宙の切片を取って星の構造の本質を研究するために使おうとしたことがあります。そうですね、一種のガラス片のようなもので、ほとんど見えないくらい透明ですね。切片は美しい塵埃、気体、そして粒子で構成されていて、いつまでも消えない赤紫色の煙のように指先に絡みつくのです。まるで指輪のようでした。私ならあれを真珠のネックレスと合うように作るでしょう。きっと温かみのある色艶をするはずです。はい、毎回新たな発見があることを願っていますね。
まだ早いし、どこかへ行く。ミス・ヘルタ倒し速報。ヘルタファンの皆さん、こんばんは。緊急ニュースをお伝えします。偉大なる天才クラブ会員番号83番ミス・ヘルタが宇宙ステーションで襲撃され、行方不明になりました。なお、現時点で本件の犯行声明を出している組織はありません。これにより多くのヘルタファンが管理職の怠慢と不作為に強い抗議と非難の声を上げています。倒し速報。ヘルタファンの皆さん、こんばんは。緊急ニュースをお伝えします。偉大なる天才クラブ会員番号83番ミス・ヘルタが宇宙ステーションで襲撃され、行方不明になりました。なお、現時点で本件の犯行声明を出している組織はありません。これにより多くのヘルタファンが管理職の怠慢と不作為に強い抗議と非難の声を上げています。ミス・ヘルタ倒し速報。ヘルタファンの皆さん、こんばんは。緊急ニュースをお伝えします。偉大なる天才クラブ会員番号83番ミス・ヘルタが宇宙ステーションで襲撃され、行方不明になりました。なお、現時点で本件の犯行声明を出している組織はありません。これにより多くのヘルタファンが管理職の怠慢と不作為に強い抗議と非難の声を上げています。これは計画的な襲撃ね。結論、敵の目標は宇宙ステーションですが、手段はまだ分かりません。あ、その通り。それが彼女を必要とする理由だ。ヘルタの人形が襲われる前、最後にあれを見たのは彼女だからな。あんたは？こちらはカンパニーの学術代表、博識学会のレイシオさん。意識を取り戻したばかりで
まだぼんやりしているようだ。いくつかヒントを出す。また会ったな。僕のことを覚えているか？いや、覚えていなくても構わない。期待しているわけではないからな。疑問だらけだとは思いますが、慌てる必要はありません。アスターさんが順を追って説明してくださいますから。これまでのことは大体わかってるわよね。数システム時間前、ミス・ヘルタの人形が謎の襲撃を受けて行方不明になって、今も信号の位置を特定できない状態なの。ないわ。襲撃された地点は宇宙ステーションの外にある基地局で、監視カメラの範囲外だったから。ミス・ヘルタはこの件を気にしてないみたいで、今は出かけてるの。事件が発生する前、彼女はカンパニーから招待を受けたようでした。技術開発部か。アポリは有能だが、部下は素人の集まりなんだ。野心的で情熱に満ちてはいても、いかんせん頭が足りない。せいぜい原始人レベルといったところだな。彼らはヘルタと協力して何かを進めたいと考え、僕にその技術顧問を務めてほしいと頼んできた。あのお利口クラブの連中がどうやってカンパニーの財産を浪費するのか間近で観察できるとくれば、当然喜んで承諾したとも。だがタイミングが良すぎた。おそらく誰かから情報が漏れ、襲撃者に利用されたんだろう。ヘルタはこういう騒ぎには慣れているようだったし、僕も興味を惹かれてしまった。レイシオさんが学会の逸材だということは前々から耳にしてたから、協力してもらえるなんて光栄だわ。お世辞はいい。時間は貴重だからな。そもそも天才の前で凡人の逸材について語るなど、僕には少し滑稽に思える。そこの君、教えてくれ。最後に人形を見た時、君は何をしていた？とぼけないでよく考えるんだ。そういえばあの時私は、そうだ、もう一つお願いがあるんだった。例の器物がなくなっちゃって、放っておくわけにもいかないから、時間があったら探してほしいの。あなたならできるでしょ。忘れるといけないから改めて説明するね。それはで、実体はないけど命があるの。その痕跡を見つけたら私に信号を送って。ヘルタに気になることを言われた気がするけど思い出せない。いくつかヒントがあれば、もしかしたら。じゃあ私は出かけるから、あとは頑張って。誰かに手伝ってほしかったらアスターに聞いてね。記憶が曖昧になってる。あのあと何をしたんだっけ。ヘルタはアスターの名前を出したような。そうだ、確かアスターに会いに行ったんだった。
忘れるといけないから改めて説明するね。それはで、実体はないけど命があるの。その痕跡を見つけたら私に信号を送って。ヘルタに気になることを言われた気がいくつかヒントがあれば。じゃあ私は出かけるから。あれ、どういう風の吹き回しですか？お久しぶりですね。ちょうど会いたいと思っていたんですよ。え、そんなことないって。このくらい普通で。それなら適切に処理しました。お金さえもらえるなら私は何だってやりますからね。これが頼まれていたアカウントです。まっさらでクリーン。内部ネットワークへのアクセスも問題ありません。その分かったから。何か用があるなら言ってもらえる？それは過大評価しすぎではないでしょうか。私は内部で買い物をするついでに元手のいらない取引をしたにすぎませんから。細々とやっているだけで大したことではありません。ただもし学会で成功を収めても私のことを忘れないでくださいね。何回目？これで何回目？こんなこと言いたくないけど、あんまり調子にならないでよね。この二人の話は前後関係が噛み合ってない。おかしいな。これはヘルタに会った時の記憶だ。でも細かいことは思い出せない。とりあえずその後でアスターに会いに行った時のことを思い出そう。これはヘルタに会った時の記憶。とりあえず実体はないけど命ある器物？ごめんなさい、すぐには思いつかないわ。あ、開始家や密館家の人なら何か知ってるかも。ちょうどシングルさんとが近くにいるから彼女たちに聞いてみたら？アスターは開始家と密館家のスタッフ二人の名前を挙げたみたいだけど。開始家やちょうどシングルさんと。まあまあ、あなたと来たらなんて素直で可愛いんでしょう。はいはい、私たちそんなに親しい仲だったかね。おやおや、私のような年寄り相手に謙遜する必要なんてありませんよ。密館家の若手がどんなにテキパキしていようとあなたにはかなわないでしょうね。君の仕事ぶりは信頼できる。どうだ、今回の件が終わったら私と学会に行かないか？この資料の束を見てもらえませんか？どこの気の利かない若者か知りませんが、字がこんなに小さくて。この年にもなると目が霞んでしまうものですから、もしよければ。まあいい、とにかく見ていてくれ。近いうちに君に刺激を与えてやる。とんでもないことが起こるぞ。まただ、記憶の中にある言葉の断片が混ざり合ってる。
人は思い出せないけど、もう一人はシンクルだった。彼女のことなら覚えてる。俺見たんだ、あの人が消えた瞬間を。パッて本当に一瞬で消えて、骨のかけらすら残ってなかった。どうする。彼が嘘をついてるようには見えないけど。もういい、同僚を信じてあとはプロに任せよう。仕事は終わったか？面白い話を教えてあげる。でも絶対に誰にも言わないでね。言わない。俺は口が固いんだ。秘密を漏らしたりするわけないだろ。この前の失踪事件、実は本当なの。それ本当か？静かに。そんなに大きな声出さないで。命が惜しくないの？こんなに時間が経ってるのに何の説明もないなんて。きっと何か裏があるんだ。こんなに長い時間何も明らかにならないなんて信じられない。この状況、意図的に何かを隠そうとしているようにも思えてくるな。あの管理職連中と来たら一体何してるのかしら。うじうじした人たちと来たら画面越しに騒ぎを起こすことしかしないんだから。正体を突き止めたらただじゃおかないわ。実体はないけど命ある器物、それって偽命令のことじゃない？あ、今はウーウボって呼ばれていたわね。こう言ってはなんだけど、私は会主課の室長でも会主課で一番器物に詳しい人間というわけではないの。アドラー君に聞けばもっとたくさんの手がかりを得られると思うわ。でも最近何かの超常現象の調査に夢中みたいで、ずっと姿を見てないのよね。ダメね、お客さんにこんな情けないところを見せてしまうなんて。宇宙ステーションは襲撃事件から立ち直ったばかりで、ただでさえ問題が山積みなの。それなのにわざわざスタッフたちの気持ちを煽ろうとする人がいて、管理職に対する不信感も日に日に強まっているから、アスター所長もかなり悩んでるんじゃないかしら。あなたにこんなこと言ったってどうにもならないわよね。これは私たちが自分で解決しないといけないことだから気にしないで。アドラ、そうだ、それからアーランにも会ったんだった。アドラーはアーランと一緒にいて、確かあれは、
私は返し家の室長だけど、か最近は管理職に対あなたにこんなこと言ったって。あの時アドラーはアーランと一緒にいて、二人は何かの事件に巻き込まれてた。なんだと？あいつ一人でペペを連れて現場に行ったのか？どうしてあいつを？焦る気持ちはわかりますが、そう慌てないでください。俺は犬の散歩だ。俺は散歩だ。俺は犬の散歩をしている。俺がその犬だ。隠したいことでもあるのかな。何かごまかそうとしてるみたい。ところで俺に何か用か？え、君もアドラーを探してるのか？偶然だな。実は俺たちもなんだ。それにしてもあいつも肝が据わってるというか、勝手に現場に調査に行くなんて。あ、いや、それは危険じゃない。危険なんてあるはずないだろう。アーランさん、もう隠せません。やはり貴様は黙っていろ。歩きながら話そう。アドラーに何の用だ？失われた器物。なるほど、それならあいつに聞くべきだな。気をつけろ。このエリアの裂解はとても不安定な状態になっているんだ。おや、コタの音は響き続け。生命はただ呼吸。あなたにしましょう。ちゃんと立ちなさい。貫け。今引けば。はっ。命は不思議です。サンゴの意志。違う、この道じゃない。あそこには行ってない。あそこだ。やはりトラブルが。行くぞ。万象の本質は同じ。いいところに来たわよ。耳を澄まして落ち着いて。命の花びらよ、いつ咲こうとも風に吹き落とされる時は来る。くだらない。素晴らしい時はお別れの時間よ。ペペ、大丈夫か？
そうだけど、どうかしたのか？器物のことで聞きたいことがあるそうだ。先に二人で話すといい。アドラー、ペペは預けたぞ。頼んでいた調査の件は？安心してください。手がかりなら見つけました。後で話しますね。真相追求のため俺を追いかけてくるだろうとは思っていたが、すまない。いろいろと事情があってこれ以上は話せないんだ。秘密の任務ということしか教えられない。やっぱりアーランが何か言ったのをぼんやりとだけど覚えてる。確か私が忘れていることに関係する何かだった。それで、どの器物について知りたいって？手がかりはそれだけか？抽象的すぎる。抽象には抽象ならではの美しさがあるんだ。回収家の室長には聞いたのか？間違ってはないと思うけど、正しくもなさそうだな。あれ、ここで私は何て言ったんだっけ？あ、ちょっと待って、今すごい推測が浮かんで。あ、いや、まずは検証してみないと。今日はここまでにしよう。また後で連絡する。アドラーは何かしらのヒントを得たみたいだけど、それよりも私は誰から何を聞いたんだろう。もう一つ。一度最初から思い出してみよう。何か見落としがあるかもしれない。そうだ、確かアスターは他の名前も挙げてた。アドラーに関する記憶は少し曖昧だから、アスターが言ってたもう一人のことを思い出さないと。命ある器物？ごめんなさい、すぐには思いつかないわ。どう？欲しい情報は手に入った？なるほど、シンクルさんたちはそう考えているのね。それなら少なくとも手がかりにもなるんじゃない？私の部下たちは優秀でしょ？そんなの日常茶飯事だから気にしないで。レギオンの件があってから疑念の声が収まらないの。物理的な損傷は修復できても、人の心の傷を癒すには長い時間が必要だから。襲撃の後、宇宙ステーションの管理や警備に疑問を持つスタッフが後を絶たなくて。
再建と復興の成果もあって、そういう騒ぎも収まってきたと思ってたんだけど、最近スタッフが立て続けに失踪してるせいで、また不安が広がり始めてるの。ええ、わずか数日の間に4人のスタッフが失踪した。外回りの記録もなくて、ただ忽然と姿を消しちゃったのよ。せっかくみんなが事件から立ち直ってきたところなんだもの。不安が広がるといけないから、情報を統制して防衛課に秘密裏に調べさせてるってわけ。でも見ての通り、この密閉された缶詰の中に秘密を封じ込められる壁なんて存在しないのよね。一度失った信頼を取り戻すのは、ゼロから築き上げるよりはるかに難しい。だからこそ焦ってるの。この事件の背後には、この機会に世論を煽ろうとしている人物がいるんじゃないかって心配になっちゃって。でも今はそういう人たちを見つけ出すことよりも、事件の真相を究明することの方が重要ね。ううん、大丈夫。あなたまだミス・ヘルタの依頼に対応しないといけないんでしょ。気持ちだけ受け取っておくわ。そうそう、今言ってたことだけど、私も聞いたことがあるの。一緒に調べてみましょう。宇宙ステーションの問題は何とかして解決しないとね。やっぱりシンクル以外の人にも話を聞いたんだ。ただそれが密艦家の人ってことしか覚えてない。シンクルじゃないもう一人は密艦家のスタッフのはず。早く誰か思い出さないと。シンクルじゃないもう一人は密艦家のスタッフのはず。早く誰か思い出さないと。その人の正体が重要になる。もしかしたら全てを結びつけられるかもしれない。忘れるといけないから改めて説明するね。その痕跡を見つけたら私に信号を送って。ヘルタに気になることを言われた気がするけど思い出せない。いくつかヒントがあればもしかしたら。じゃあ私は出かけるから、あとは頑張って。誰かに手伝ってほしかったらアスターに聞いてね。あれ、どういう風の吹き回しですか。おいっ、そんなことない。それなら適切に処理。これが頼まれていたアカウントです。それは過大評価しすぎではないでしょうか。細々とやっているだけで大したことではありません。何回目これで。なここもだ。記憶の中にある言葉の断片が混ざり合ってる。まさか関係ないことまで一緒くたに覚えてるの。思い出した。もう一人はエミリアだ。あの時彼女はベース部分にいた。あの時エミリアが言ってたことを思い出してみよう。
なたと来たらなんて素直で可愛いんでしょう。うっ、そんなことないって。このくらい普通で。おやおや、私のような年寄り相手に謙遜する必要なんてありませんよ。日韓家の若手がどんなにテキパキしていようとあなたにはかなわないでしょうね。その分かったから、何か用があるなら言ってもらえる？この資料の束を見てもらえませんか？どこの気の利かない若者か知りませんが、字がこんなに小さくて。この年にもなると目が霞んでしまうものですから、もしよければ。何回目？これで何回目？こんなこと言いたくないけど、あんまり調子に乗らないでよね。あら、また素直な若者が来てくれましたね。よかった。人は大いに越したことはありませんから。え？アスター所長に言われてきたの？実体はないけど命ある器物。器物のことなら開始課に聞くべきじゃない？日韓課と何の関係があるの？でも似たようなもののことなら聞いたことある。外勤の同僚が先週同盟にそういう生命体がいるって言ってたんだ。あくまでも聞いた話を伝えただけで、あなたを手伝うつもりはないから。最近宇宙ステーションの雰囲気がどんどんおかしくなってきてるの。だから不用意に誰かの肩を持つのは危険なんだよね。エミリアが言ってた先週の生命体、それがアドラーにヒントを与えたものみたい。アスターが言ってたスタッフの失踪もアーランの調査に関係してるはずだよね。今なら全てを結びつけられるかもしれない。エミリアが言ってた先週の生命体、それがアドラーにヒントを与えたものみたい。真相追求のため俺を追いかけてくるだろうとは思っていたが、すまない、いろいろと事情があってこれ以上は話せないんだ。秘密の任務ということしか教えられない。やっぱりアーランが何か言ったのをぼんやりとだけど覚えてる。確か色々と事情があってこれ以上は。どうして知ってるんだ？そうか、貴様もお嬢様のプレッシャーに気がついたのか。いや、正直に言ってかなり厄介なことになっている。監視カメラを調べてみたが、失踪したスタッフがいなくなる瞬間は映っていなかった。唯一の手がかりはアドラーの発見だな。実は失踪事件の発生直後、宇宙ステーションの自動消火システムが一時的に作動した記録が残っていた。つまりどのスタッフの失踪も不可解な発火現象と同時に起こっていたということだ。そして聞き込みをする中でそれを裏付ける目撃証言もいくつか出てきた。彼らは言っていた。あれは人体の自然発火だと。
すまないが、状況が状況だ。俺から聞いたことは。会社課の室長には聞いたのか？間違ってはない。あれ、間違ってはないと思うけど、正しくもなさそうだな。ああ、そうだ。それは採用って呼ばれてる。どっちもエネルギー生命体だから、強いて言えばウーボも採用の親戚になるかな。あ、ちょっと待って、今すごい推測が浮かんで。いや、まずは検証してみないと。今日はここまでにしよう。また後で連絡する。人体の自然発火、それが事件の全貌ってことなのかな。一応最初のヘルタとの会話を思い出してみよう。もう一度最初から確認しよう。ヘルタとの会話に戻って。忘れるといけないから改めて説明するね。それはで、実体はないけど命があるの。その痕跡を見つけたら。ヘルタに気になることを言われたけ、いくつかヒントがあれば。忘れるといけないから改めて説明するね。それはエネルギー生命体で、実体はないけど命があるの。その痕跡を見つけたら私に信号を送って。重要なのはそこじゃない。はあ、天才クラブと関係がなかったら私だって構ったりしないのに。じゃあ私は出かけるから、あとは頑張って。随分と冗長で退屈な説明をありがとう。さぞ疲れたことだろう。少なくとも僕は聞いていて疲れた。要するに、君がヘルタと最後に会ったのは彼女のオフィスだった。君は依頼を受け、器物を探して奔走したが、他のことはアスターから連絡が来るまで何も知らなかったということか。それが君の主張だというなら、僕から質問させてもらおう。そのことを証明できる人間はいるか？ロンリ、ヘルタさん本人に証明するよう求めればよいのではないでしょうか？ああ、今すぐ動けば4システム時間後にはカンパニーのシャトルシップに追いつけるかもしれないな。つまり現時点では彼女の話が真実だと証明できる第三者はいないということになる。レイシオさん、あなたは常に先入観を持って質問する傾向がありますね。
これは失礼。僕の悪い癖だな。学術研究に従事していると、どうしても一つの物事を信じることが難しくなってしまう。むしろそれを疑う方がはるかに簡単なんだ。経験からしてこれが最も効率的なアプローチと言える。否定的な心情を抱いて模索することもまた一種の探求だ。同じように僕たちが正しいゴールにたどり着くための助けとなる。本当に無実だというのなら、答えることで自らの潔白を証明するといい。君の陳述によれば、君がヘルタに会ったのは指名されて依頼を受けたからだ。その依頼の内容は、名前すらわからない謎の器物を探してほしいというもの。だが、ヘルタのコレクションは星の数ほどある。彼女が普通の器物をそこまで重視するとは思えない。ヘルタが注目していたのは器物そのものではなかったはずです。君の陳述によれば、君がヘルタに会ったのは指名されて依頼を受けたからだ。ヘルタを知ってる人なら別におかしいとは思わないと思うけど。人が話している時に口を挟むんじゃない。礼儀というものを知らないのか。君の陳述によれば、君がヘルタに会ったのは指名されて依頼を受けたからだ。思い出した。あの時。とぼけるくらいなら黙っていてくれ。君の陳述によれば、君がヘルタに会ったのは指名されて依頼を受けたからだ。思い出した。あの時。とぼけるくらいなら。君の陳述によれば、君がヘルタに会ったのは思い出した。あの時。とぼけるくらいなら。君の陳述によれば、その依頼の内容は名前すらわからない謎の器物を探してほしいというもの。確かにヘルタは器物の名前を教えてくれなかった。別の話をしていた時にまるでついでみたいに口にしたんだよね。でも器物の特徴についてヘルタは詳しく説明してくれた。私の作り話じゃないことは明らかだと思うけど。ああ、君には話の捏造なんて無理だろう。なんかバカにされてる気がする。その依頼の内容は名前すらわからない謎の器物を探してほしいというもの。思い出した。あの時。とぼけるくらいなら。その依頼の内容は名前すら思い出した。とぼけるくらい。その依頼の内容は名前すら思い出した。とぼけるくらいなら。その依頼の内容は。だがヘルタのコレクションは星の数ほどある。彼女が普通の器物をそこまで重視するとは思えない。そうだね。でもそれは普通の器物であることが前提の話じゃない。言いたいことがあるならはっきり言ってくれ。正しい視点です。
だがヘルタのコレクションは星の数ほどある。彼女が普通の器物をそこまで重視するとは思えない。思い出した。とぼけるくらいなら。だがヘルタのコレクション、器物そのものは重要じゃない。それが天才クラブに関係しているものだからこそ、ヘルタは特別に注意を払ってたんだよ。その器物はどこかの天才が作り出したものなのでしょう。ロンリ、それは特別な意味を持っている。ふん、この点は成立するようだな。その後君はこう言った。失われた器物を調べるためにアスターに助けを求めたと。しかし尋問が始まる前、彼女はそれについて一切言及していない。だんだん興味が湧いてきたぞ。君が嘘をついているのか、それとも彼女が何か隠しているのか。推測、アスターさんは沈黙を選んだのでしょう。その後君はこう言った。失われた器物を調べるためにアスターに助けを求めたと。そう、器物についての情報を集めるためにね。直接的な答えは得られなかったけど、アスターは適当なスタッフを紹介してくれた。その後君はこう言った。失われた器物を調べるためにアスターに助けを求めたと。しかし尋問が始まる前、彼女はそれについて一切言及していない。レイシオさん、それは僕は彼女に聞いているんだ。アスター所長、態度が曖昧になってきたな。君の証言はもう信用できない。しかし尋問が始まる前、彼女はそれについて一切言及していない。だんだん興味が湧いてきたぞ。君が嘘をついているのか、それとも彼女が何か隠しているのか。アスターは意図的に隠そうとしてるわけじゃない。ただ立場上、公には話しにくいこともあるだけ。ほう、ヘルタの安否よりも大事なことがあると。ほう、この件にレイシオさんが関わることを黙認した以上、彼は部外者じゃないわ。大丈夫だから彼に話して。だんだん興味が湧いてきたぞ。君が嘘をついているのか、それとも彼女が何か隠しているのか。思い出した。あの時。とぼけるくらいなら。だんだん興味が湧いてきたぞ。君が嘘をついているのか、それとも彼女が何か隠しているのか。反物質レギオンの騒動があってから、宇宙ステーションにいる人たちの心は不安定になって、管理職の人たちに対する信頼が失われてるの。そんな時にまた深刻な事件が起こったりしたら、火に油を注ぐことになって、内部の問題が完全に燃え上がるでしょ。道理でアスター所長が僕の関与を認めたわけだ。何しろ博識学会の代表は宇宙ステーションに関わることこそないが、立場はカンパニーと変わらない。市場にとらわれる心配もなく、宇宙ステーションの利益も守れる。一挙両得というやつだな。スタッフの連続失踪、防衛課の責任者であるアーランの任務については僕も聞いている。だがそれは僕たちが議論している人形の襲撃とは
明らかに無関係だ。とぼけるのはやめろ。僕が何を言っているのか分かっているだろう。訂正、関連性はあるかもしれません。スタッフの連続失踪、防衛課の責任者であるアーランの任務については僕も…そう、アドラーを訪ねる途中でアーランに会ったの。アドラー二級スタッフで、開始課の室長が言うには、開始課で最も器物に詳しい人物なんだって。あの時アドラーは偶然アーランの連続失踪事件の調査を手伝ってた。それでそのアドラーとやらは君に答えを教えたのか。うん、アドラーは何か思いついたみたいだったけど、それから連絡はなかった。スタッフの連続失踪、防衛課の責任者であるアーランの任務については僕も聞いている。だがそれは僕たちが議論している人形の襲撃とは明らかに無関係だ。二つの事件に関係がない？まさか。証拠は存在する。ある記録さえ調べられれば。だがそれは僕たちが議論している人形の襲撃とは明らかに無関係だ。二つの事件に関係がない？だがそれは僕たちが議論している人形の襲撃とは。とぼけるのはやめろ。僕が何を言っているのか分かっているだろう。あんたがどんなに疑おうと、私は偶然事件に巻き込まれただけの無関係な人間だから。同じように偶然事件に巻き込まれながら尋問役を演じ始めたあんたと何も変わらない。ふん、それで。とぼけるのはやめろ。僕が何を言っているのか分かっているだろう。思い出した、あの時。とぼけるくらいなら。とぼけるのはやめろ。僕が何を言っているのか分かっているだろう。思い出した。とぼけるくらい。とぼけるのはやめろ。訂正、関連。スタッフの連続。だがそれは。とぼけるのはやめろ。僕が何を言っているのか分かっている。思い出した。とぼけるくらい。とぼけるのはやめ。訂正、関。スタッフの連続失踪、防衛課の責任者であるアーランの任務については僕も。思い出した。とぼけるくらい。スタッフの連続失踪、防衛課の責任者であるアーランの任務。だがそれは僕たちが議論している人形の襲撃とは明らか。いや、私の記憶が正しければ、アスターは謎の襲撃を受けて人形が行方不明になった。信号の位置も特定できない状態だって言ってた。行方不明、それってつまり失踪ってことでしょ。彼女の言ったことが何だって言うんだ。その二つが同一の事件だと証明したいのなら証拠を出してみろ。証拠ならある。アーランが連続失踪事件について調べていた時、奇妙なものを見つけたって言ってたの。スタッフがいなくなる前後に宇宙ステーションの自動消火システムが一時的に作動した記録が残ってたんだって。アーランはどのスタッフの失踪も不可解な発火現象と同時に起こっているって言ってた。え、でも宇宙ステーションに火災が起きた痕跡なんてないけど。そこが奇妙なんだけど。でも現時点でこの情報にはもっと重要な意味がある。直接的な証拠とは言えないけど、人形が襲撃された前後でシステム上に自動消火装置の作動記録が残っていれば。二つの事件が関連していると疑う十分な理由になる。二つの事件が本当に同一人物による仕業なら、君への容疑はかなり薄れる。だが、それは君が存在すると主張する記録がシステム上にあったらの話だ。
それなら主制御室に行けばわかるわ。行きましょう。何の音？ミス・ヘルタ単押し速報。緊急ニュース、緊急ニュースをお伝えします。ミス・ヘルタ襲撃事件に新たな進展がありました。アナイア・レイト・ギャングが今回の事件の犯行声明を発表、次の行動に移るとのことです。協会はこれを強く非難しており、聖冠の神々は世俗を超越した存在、卑小な衆生になど目もくれない、不相の衆だけが各世界に壊滅の恩恵を浴びさせられるのだ。しかしこの恩恵を拒み、不相から逃げようとする臆病者は必ずいる。せいぜい逃げるがいい。どこへ逃げようと、いずれ破滅は訪れる。宣戦布告であり予告状だな。君たちは狙われているらしい。レギオンの余波が沈まる前に、今度はアナイアレイトギャングの登場か。この宇宙ステーションは知恵よりも壊滅の運命と縁があるようだ。冥加大公アフリートはすでに滅びた星トフェトで生まれた生命体です。常に燃えているエンマ一族でナヌークを皇帝とみなし主と呼んでいますが、アイオーンからは見向きもされていません。哀れな狂人たちだ。いわゆるアナイアレートギャングにナヌークが見出す価値は、恋に花瓶を割ろうとする幼児にすら遠く及ばないかもしれない。この原始博士の評価を僕は支持する。エンマ一族は凶暴な性格で、燃焼と破壊の本能がある。その中でもアフリートは特に邪悪で残酷だ。彼が率いる英華艦艇は、同じアナイアレートギャングのヤペラーブラザーフットとも宿敵関係にあるくらいだからな。ヤペラーブラザーフット、その名前どこかで聞いたことがあるような。おそらく性格ハンターの指名手配書でしょう。彼らはブラザーフットの崩壊を招いたヤペラー反逆事件に関与しているとされていますから。ヤペラー宮殿が炎に巻かれて崩れ落ちた後、アフリートの勢力は日に日に拡大していった。これがただの偶然だと思うか？それと同じことが宇宙ステーションでも起きようとしている。エンマである彼にとって人体の自然発火などお手の物だ。スタッフや人形の失踪も計画の一部だろう。そしてその後は、その動画はすぐに宇宙ステーション中に広まる。見ているがいい。ほどなくしてヘルタは炎の海に沈む。信頼の破壊ですね。おそらく破壊されるのは信頼だけではないだろうな。このまま黙ってやられるのが嫌なら行動するしかない。君、僕についてこい。他に誰がいる？それともその二人をむやみに走り回らせて、宇宙ステーションで事件が起きたと拡散したいのか？それは避けたいわね。私はここに残ってできるだけ情報が広まらないように抑え込むから、その間の調査はあなたたちにお願いするわ。
避けたいわね。私はここに残ってできるだけ情報が広まらないように抑え込むから、その間の調査はあなたたちにお願いするわ。メーカ大公アフリートはすでに滅びた星トフェトで生まれた生命体です。常に燃えているエンマ一族でナヌークを皇帝とみなし主と呼んでいますが、アイオーンからは見向きもされていません。まだ早いし、どこかへ行く？